イエープライド MC バトル TV 始まりました。この番組は2015年1月から始まりました千葉ルームランジで行われている超本格 MC バトルイベントプライド MC バトルの情報番組となっております。パーソナリティは毎度私 DD が務めさせていただいております。よろしくお願いします。今回は、今年の8月に、行われました2度目ですね、千葉野外イベントブラザーと、共同にイベントをやらせていただきましたプライド MC バトルのチャンピオンのゆうえんに来ていただいておりますので、2人でまったり喋っていきたいと思っております。はい、ということで今回は、ゆうえんに来ていただいておりますということで、ゆうえんお願いします。お願いします。2度目の出演になります。はい、じゃあゆうえんの方から軽く紹介をしていただきたいと思います。はい、千葉県松戸市でラップをしております。オスに猿と書いてゆうえんと言います。よろしくお願いします。硬いね。硬いですかね。硬いね。なんか大賀に行った方がいいですか。いや多分大丈夫だと思うんですけど。まあまずね、これはね先にチェックしてほしいということで。そうですね、これ先にチェックして、それから それからね、年末にね。まあゆえに関しては昨年プライド MC バトル、ルームラウンジで行われたイベントで、優勝して、はい、ありがとうございます。まあその後、その年UMB でも、はい、優勝して、はい、まあ一応文字通り去年1年で、まあ、千葉代表としてがっつり、はい、活動していただいたんですけども、はい、そして、今年に入って、バトル予選で一度エントリーしたんですけども、その時は惜しくも敗退してしまって。そうです。ちょうどでその後ブラザーの野外のイベントがあって、まあ、そこでがっつりライブもして、はいはい、優勝して、はい、これでもかと、はい、見せつけていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。楽しかったっす。まあ、なんで先の話はなしにして、実際その野外のイベント、まあ、ライブ通してでもいいんですけど、はい、まあ、ライブバトル通して1日どうでしたかね。はい、そうっすね、やっぱ、まあ、ブラザー自分すげえ前から、まあ、知っていて、もちろん千葉なんで、はいはい、でもなかなか、まあ、タイミング合わずイベントかぶったりとかして行けてなくて、今回も本当バトルもライブもっていうので、すげえ、はい、超楽しかったっす、本当に。まあ、それでね、さらに優勝しちゃったからね。そうっすね、超気持ちよかったっすね。まあ、ちょうど、ライブの時間が、夕方前ぐらいかな。はい、そうですね、はい、にちょうどライブして、はい、まあ、昼間の景色と、うんうん、まあ、最終的に決勝上がって、まあ、夜の景色と、うん、まあ、2つの多分景色を見れたと思うんですけど、それがそうですね、すごい気持ちよかったですね。そうだよね、はい、やっぱ野外感ありましたね。そうだよね、夕方超気持ちよかったっ、はい、あそこいいよね、はい、ライブはね、夜もまた夜でね、すげえ雰囲気ありましたよね。あれ、まあ一応今年2回目ブラザーで MC バトルやらせてもらってるんですけど、はい、もう実際、まあ、夜一番最後の時の決勝の時の、はい、こう見た時の景色がめっちゃ気持ちよくて、うん、ここでラップやりてーって思いながら、うん、まあ一応司会進行やらせてもらってたんですけど、まあ、結構あの1日に関しては結構優遠バッチリかませたんじゃないかなと、予選ラウンドから、うん、実際結構いい試合も多くて、まあ、特にまあ、決勝はこの後またいろいろ話すんですけど、まあ、ベスト8前にちょっとライブの都合上、はいはいはい、ベノムさんとまずメインステージで当たって、うん、あれびっくりしたっすよ。俺ライブしようと思って超緊張してたんですよ、はい、もうライブ前モードになってて、その時にダイエンが自分とこ走ってきて、バトルスバトルスって、バトルスみたいな、いやいや待てよみたいな、ふざけんねみたいな、今ライブで集中してんだよみたいな、もういいよバトルいいからみたいな、負けでいいよみたいな。まあ、あの時はもともとゆうえんとも話をしてて、はい、まあ、その日ライブがあるから、はいはいはい、バトルもし被ったらごめんなさいって話してて、で、その後ベノムさんとも話して、はい、一応司会進行しながら、どうしてもゆうえんが、まあ、ライブがあるんで、はいはい、まあ、この試合に関してはもう面白いんで、はい、メインでやっちゃいますって、まあ、司会でも話させてもらって、まあ、一応ベスト8からメインなんですけど、まあ、そのなんですね、前説じゃないですけど、はい、メインでMC バトルを一発目に見せた試合があれっていうので、うん、確かに、あれはもう相当面白かったですね。ベノムさん超かっこよかったですね。なんかもう結構もうベノムさんはもうラップのスタイル的に、まあ、マシンで
もうぶつかってくるタイプで、はいはいはい、で遊園もマシンで捉えるんだけどちょっと手のひら返すというか遊園、うん、らしいというか、うん、いやあれ俺自分あの時は、うん、なんかいやもうこれ完全にベノムさんの勝ちじゃんもうこれ俺だったらもう 100-0 でベノムさんだと思ったんですけど、でもあと後々あのビデオなんか上げ、うん、動画上げてたじゃないですか。ちょっとまあこあんまり自分のあのバトルとか見るの見たくないです恥ずかしいよ、はいはい、見ないですけどちょっとまあ、うん、あ自分のためにも見とくかと思って見たんですけど、うん、悪くなかったですね、うん、最後本当にあの2バース目で空いてるってことを綺麗にインでスパーンと返して、うん、あれで会場も上がったから、そうっすね、おいったと思って、うん、あと俺はあのチャック D の下りがあーあーあああそんなん言ってたなと思って、うん、あこれ面白いじゃんと思って、ね、うんうん、そうなんか結構そうなんですよね、うん、すげえ思ってるとこ時あってあのちょっと前ぐらいに、うんうんうん、みたいなパブリックエネミーのセカンドの年超えてんじゃんみたいな、あれだってシーンで言ったらもう最年長レベルじゃないですか、もうね、はい、超なんか年いってるけどみたいな、やばいみたいな感じだったんで、なんかそのイメージが強かったんで、あもうその年齢超えてんだってみたいな、そういうなんかマインドだった時期があったの、そのちょっと前ぐらいに、あその辺の話は俺すげえ下りがすごい好きで、まあで、その後、まあ、順当に勝ち上がって、で、その後ちょうど、準決勝でリバーシュと当たって、はい、またここもリーマシンで当たってくるタイプと綺麗に当たるっていう、あまあでもあの実際一応一日司会をさせてもらった上で、これは個人的な見解なんですけど、はい、あの遊園のライブ前のバトルの仕方とライブ後のバトルの仕方が俺的にはちょっと違うなと思って、うん、まあ、これは個人的な見解なんだけど、はいはい、まだだから変な話多分ライブ前は温まりきってないというか、あ、はいはいはい、自分の中でのボルテージが、はいはいはい、多分言いたいこともあるしいつも通りこうリズムキープするんだけど、はい、まだちゃんとエンジンかかってないというか、はい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 、ただもうライブやって、はい、もう俺はライブで出し切ったってなったから、はいはい、そっからの遊園のスタイルが俺的にはすごい気持ちよくて、はい、あそうなんですね。でそこから結構リバーシとか、まあ、ベロムさんもそうだし4643と当たった時も、うん、ちょっとだから乗り方が結構さらに良くなったなと思って、うん、そうですね、基本的に自分やっぱラップ好きなんで、うん、やっぱりまあどれくらいでもやるときはやっちゃうじゃないですか、うん、そうだね、だからバトルなんて本当8小節2本しかなかったりとか、短いからね、はい、うん、それだけでなんかエンジン乗せるのって難しくて、うん、それこそだからその前にプライドこのルームランチで優勝したときも予選からやりたいっつって自分で言ったぐらい、うん、本当にまあまあ全然やった方がもちろん、うん、はい、温まってやる、まあいい意味でそのスロースターターぶりが、あ、はいはいはい、野外を一日通して、はい、どん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 後半に連れてエンジン、はい、でもあの日俺前日にちょっと渋谷のクラブで遊んでて、あ、それはなんか見ました、はい、俺ツイッターで、はい、それでもうガンガンもう酔っ払ってる状態でもう DJ のユーダと一緒にずっと行ったんですけど、でまあもう寝ずに行っても、うん、あれバトルの前とか自分コンクリートの上で寝てました、本当にやばいね、ルームラウンジのだから近くの駐車場のところも、うんうん、でみんながちょっとまあ集まっていろいろワイヤワイヤしてるときにちょっと悪いっつって俺ここで寝るわっつってちょっとコンクリートやばい、ね、はい、コンクリートで寝てたっすね、まあ、ある意味その休息が優勝につながったかもしれない、あそれはあるっすね、ただね、うん、ちょっとリフレッシュされたっすね、うん、はい、コンクリートも悪くねえんだと思いましたね、うん、まあそんな中で、まあ、見事最終的に、まあ、優勝して、はい、まあ、今年のグラちゃんの切符も手に入れたんですけど、うん、まあ、もう結構昔の話なんですけど、どうですかね、はい、去年の一応グラちゃんの印象といいますか、 あれはでも本当悔しかったですね、 あと1回勝てば10万か、うん、でもやっぱワニュードはすごいっすね、うん、かっこいいっすわ、あの最後のだからそのグラザーのライブも、うん、バトルの後3個ライブ続いて最後のワニュードだったじゃないですか、うん、俺もう泣きそうになりましたあれは俺も、はい、もうあの時、まあ、実際うちらも運営側だったんで、はい、結構もう片付けモードだったんですよ、はいはいはい、ブースとかを、はいはいはい、いろいろ片付けしてて、はい、まあ、実際もうワニュードのライブ終わって、まあ、徐々にもうイベントも最後終わりになるからっていうので、はい、いろいろ撤去してたんだけど、撤去しながらあ、やべ、ワニュードだと思って、うん、でこう歩きながら片付けしながら聞いてたら結構もうどんどん食らってきて、うん、あれ食らうっすね、本当にそう、まあ、そういった意味で、まあ、今年
まあ、リベンジというかグラちゃんに対してはそういう思い入れは多分一番強いんじゃないかなと。ああ、そうですかね、まあ、本当にあと一歩、その一歩を今年うまく出せるか出せないか、はい、そうですねっていうところになるかと思うんですけど、まあそうですね、ちょっと頑張んなきゃって感じですけど、うん、まあただどうバトルし、まあ、あれ以来してないもんで、ね、本当に。あ、本当に？そうですね。へー、本当最後ですね、あれが。で、あとはもう普通にクラブでライブしたり、まあ知り合いがいたらまず軽くサイファーしたりとか。そうですね、本当に遊びで、そうですね、ラップして、まああとは普通にライブしてっていう感じなんで、まあそれはちょっとどうなんだろうなって、まあちょっとまあこれからちょっと、はい、まあね、仕上げて仕上げて、ね、いつも通りというか、まあ、がっつり仕上げていただきたいと思います。頑張ります。まあぜひね、この後のところもチェックしていただきたいと思います。はい、はい、ということで2人でゆっくり喋ってきましたが、ここからは、チャンピオンに来ていただいているということで、あの毎回恒例となっております決勝戦の、大丈夫ですか？大丈夫です決勝戦の、 あの試合の動画を2人で見まして、まあ、まったり総評していきたいと思うんですけども、はい、まあ、あの今回、去年はできなかったんですけども、今年一応初めて野外で一応動画の撮影もさせていただいて、まあ、YouTube にも先ほど話したんですけども何個かベストバウト動画上げてるんですけども、まあ、上がってない決勝戦の試合を2人で見たいと思っております。まあ、対戦相手がシュハリさん、シュハリさん、まあ、かなりかっこいいラップで勝ち上がってきたんで、いい、まあ、そこら辺も含めて見ていただきたいと思うんですけども、まあ、一応あの野外の撮影になるんで、どうしてもあの普段あのクラブで撮影している動画に比べて若干音声悪いんで、まあ、そこだけ最初ご了承していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで話すとなんなんで早速見ていただきたいと思います。ということでご覧ください、どうぞ。シュガリVS ユウエン、それでは先攻後攻のジャンケンお願いします。最初はグー、ジャンケンっぽい、はい、最初はグー、ジャンケンっぽい。それでは立ち位置をこのままで、先攻がユウエン、了解です。先攻がユウエン、後攻がシュガリ、8小節の4本勝負になります。決勝戦のビートはこちらになります。お前らエイトマイルの最後を見たか。小林翔がはっきりしてる試合をしていただきたいと思います。先攻がユウエン、後攻がシュガリ、8小節と4本勝負になりますのでよろしくお願いします。 DJ を受けまたのスクラッチをください。それではいきます。 Ready! Fight! Yeah, 白黒、yeah, ホワイトでジャケットを回り見せ、足の方でなんかピンピン見てる、くだらないこと指なんか指立てな、目足立ててなんか指下げない、こいつはレベル50、やばい空気、心の待ち受け、俺が言葉マイク一歩で空気を封じ、早く空気を封じ、あの女はここにいる、そして言葉を吐き出す、何をベラベラ吠えてる、今だそしてどこまでも楽しめるのや、今触れた集まってくれて、エンディから見てくれて本当にありがとう、みんながいるからどうやって生きるバトル、そしてどこの歴史を作り上げる、間違いない歴史をレシピ、これなんとこれ式、間違いないぜ、間違いどいてしばしばちゃかってこわいや、エンディから狙ってて今スポットライト、向こうの会場が新しいお手前を用意しましょう、しばしばからぶち込むぞ、しゃかってこわいや、高木さんダイバー、この場に参上をこなさいな、よくわかんないな、俺は自分を持ってここに立ってんだ、あなたになぜ言葉は息フラバーみたいな言葉を出してあるから、だから見てくださいわいつさ、今ビールどこまでも燃やしていること魂を感じている、目をそんな感じているんだ、どんなこともないに嘘を前にぶつける、あなたになった、間違いないその目が回る、俺ならいつでも立てたら目が回った、やばめな空気の封印、近くの場で大会さ、まずは夜中に咲いたフラワー、喜ばれ大会、間違いないな、 Your age I keep up the whole year、 ネガティブバイブ、 Feel the best in the world、 また
はい、ということで今見ていただきましたのが、プライド MC バトルブラザー2017の決勝の試合になります。ゆえん VS しはりさんの試合になるんですけども、まあ、EB とかかって俺がこれ言って、後ろにいるリリーがすごいこれを俺毎回いじられるんですけど、悪いやつですね。いないと。そう、まあ、まあいいかな。まあ実際、まああの、まあいいかな、言っても、はい、あのまあ、出だしの下りで UM やってたんですけど、ちょっとこれ決勝前に、まあ、野外だったんでちょっといろいろごたごたがありまして、はいはいはい、ありましたね、まあ、一応ね、あのもうコンパナもかかんないから UM がっつりたけど、まあ、ちょっとごたってね、ごたってごたった中で、もう UM もそれおいよう言ったと思って、そうそう、俺一応横目で見てまだいるかなと思ったらいないから OK と思って。確かに言ってました。うん、偉そうに。まあ実際あのこの、当日なんですけど、ちょうど対戦相手のシュハリさんが、はい、シュハリさん結構脂乗ってて、この日一日、うんうん、もうあの、まあ、実際あの、まあ、ベノムさんもそうなんですけど、あの今回のブラザー結構年齢差がすごい大きくて、うんうん、まあ下はあの動画にも上がってる大輝くんっていう、大輝くん半端ないからまあそのまあシュハリさんとかあそこの年代まで幅広い中で、結構だからそのシュハリさんの試合とか結構おっさんは黙ってろとか結構もうずっと言われ続けてて、それを全部シュハリさんが全部綺麗に返して、でお前客こびてんじゃねえよみたいな、ちげえだろみたいな、お客さんがいるから俺のエンターテインメントが成立するんだみたいなのをすごい言ってて、で結構他のお客さんもそれにもうどんどん引き込まれてるんで、だ結構遊園的には多分ある意味やりにくいというか、あー乗ってましたもんね、本当にかなりもうだから、多分そのそれこそシュハリさんの知り合いとかの人から見てたら、このままもしかしたら行くんじゃねえみたいな、まあどちらかというと自分よりもホームですしね、それこそ本当に、まあその中で結構がっつり、まあ、遊園らしいラップというか、はい、結構サンプリングもあったりとか、はい、まあ、自分の決まり文句を綺麗にうまく出したりとか、まあそこら辺はやっぱうめえなと。まあ、特に3本目4本目あたりはね、うん、もうお互い思ってることもぶつけて、いやもう単純に気持ちよかったですよね、うんうん、まあ本当に、まあ、そのバトルの話でも出てたんですけど、多分本当2週それこれの2週間前ぐらいとかに船橋のオレンジでたまたまイベントを自分がライブしてるところになんか遊びに来てたんで、なんかそのオープンマイクみたいなくだりもあって、その時はこの人やべえなと思って、その後結構2人でずっとサイファーしたりしてたんですよ。うわー気持ちいいなと思ってて、またやってて楽しいなって思って、もう本当それの延長みたいな本当に自分の感覚からしたら結構だから、はい、あのいろいろ、まあ、司会やらせてもらった上でよく見るのが、まあ、バトルやってる中でお互いもうイライラして、はいはい、もう
超目合わせてイライラするタイプのバトルと、お互い言ってることいいこと言うと指差したりとかやるバトルって結構2曲あるじゃん今。でもその後者だと思うの。あ、そうですね。そうだからもう、わー、分かるよその気持ちみたいな、だから俺もこれやってんだよみたいな感じで。いや、なんかその持ってたんですけど、しわりさんやっぱりバトルってこともあって、それだからフリースタイルのセッションとかじゃないじゃないですか。オープンマイクでもないし、うん、サイファーでもないし、うんうん、あくまでもバトルだから、やっぱりその若い子が相手だったりしたら、そういうさっき言ったようなことで来るから、やっぱそれに対して返さなきゃいけないし、だからちょっとなんかそういうなんか楽しい雰囲気はなかったかなって見れて、だから自分はなんかやっぱそういうあの時のオレンジの感覚で やったらやっぱ一番楽しいのは知ってるから、その感覚でもそこに持っていきたいなっていうのが、でも向こうも。もうそれに応えるかのごとく超バイブス上げ上げでドカンドカン来てたから、まあこれあの俺が終了っつって終わって映ってないんだけど、もうすごいユーエンがもう一本蹴りたい顔してて、なるほど。そう、まあでも実際結構綺麗に最後の方もユーエンの方が決めてたんで、まあ司会してる上で、まあ順当に一応白黒ついた試合なのかなと、まあでももう一本蹴り合っても、もっとお客さん盛り上がったんじゃないのかなっていうのも、まあ、はい、ある、はい、まあある意味で延長も見たかった決勝戦になったんじゃないかなと。確かにどうしたね。まあその上でバッチリ野外で勝ち上がりましたよ。あざっす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 。まあね、ぜひね、その他のユエンの試合に関しても結構あの動画でも上げてたり、まあ、楽曲の方もね結構 YouTube でも上がってますんで、まあ、この後 あの音源紹介もありますんでね、まあ、ぜひこの CD もね、これじゃねえか、まあ、これもチェックしなくて、まあ多分、まあ後で話すけど、はい、これチェックした上で、はい、ぜひねその後の音源紹介を、ね、聞いてほしいなと思うんで、まずは、まあ、そこ聞きながらね、はい、そうっすね、ぜひね、はい、聞いていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということでここまで2人でゆっくり喋っていきましたが、ここからは、楽曲の紹介のコーナーに移りたいと思っておりますので、はい、ゆえんの方から紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そうですね、先ほどもお話にあったんですけど、年末に EP をリリース、全国流通でリリースすることになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそこからと言いたいところなんですけど、まあちなみにそこには入らない曲なんですけど、ちょっとレア、逆にレア版だね。そうですね。ただまあその EP の、うん、まあディスクユニオンさんの特典音源として出てくる、まあ、いいんすかその特典音源を。はい、特典音源を、はい、まあ本当手に入るのはそこだけで、うんうん、まあかっこいい感じだと思うんで。そこは照れていっちゃダメでしょ。イケてるっす、超イケてるっす、うん、はい、いいっすか紹介しちゃっても。いいっすよ紹介しちゃって。ユーエンフューチャリングワードトリップで日本語ラップシンドローム、チェックです。
せな庶民レス聞きに出すダーナクラスって賞金か I'm we are 気ままなチマチマペイヤーやれっつわれると気乗りしないでもやめろに対しじゃ人一倍花のバッツーただのカッツーマイクチェックワンツーアマオジャックお口にチェック流行りにバック文化に冒涜ワンナイトラブほどの歯具現化サンマイダーお手手を合わせてサンマイダーちょっついてこっついてさあせんさあせん文句あんなら電話してこいよ市外局番は047んでトゥ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  Yes, let's show to the beat show Keep on to the breakdown Yes, let's show to the beat show 日本語ラップシンドロームただ今実証 Yes, let's show to the beat show Keep on to the breakdown Yes, let's show to the beat show 日本語ラップシンドロームただ今実証うなずきぐるぐる33柔軟な空間空飛ぶ絨毯飛んで飛んで回ってどっか行って U ターン U ターンくらい張り落とす瞬間こっするノイズ今晩のおかずだったそう捉えてなさつねじ触るネクラを剥がしてや好き勝手でせっせせのよいよいよい手を叩け Yes セッションドルダラセッションほら絶好調だみんな Do the beat show フララフララ足乗り軽くずチェカズチェカ酒飲みね頭バカだからかもねただの時計が棚の上で寝そべって転がる飲んで飲んでと出てワードセンスマジックコークマジックショー Yes Session To the beat show Keep on to the breakdown Yes Session To the beat show 日本語ラップシンドロームただ今実証 Yes Session To the beat show Keep on to the breakdown Yes Session To the beat show 日本語ラップシンドロームただ今実証日本語ラップシンドロームただいま実証ワードトリップ NYUEN レプする統括上限チェックディス ということでここまで2人でなかなかと喋ってきましたが、今回の放送もそろそろ終わりに向かっているということで一応、最後グラちゃんの紹介をして最後終了したいと思います、はい、ということで、プライド MC バトル、2017年今年、全部で、4つの予選が行われましてその総集編のグランドチャンピオンシップが12月の2日第1土曜日に行われますね、一応今のところ、まあ、今までずっと動画も撮影してるしいろいろ多分ネットでも上がってると思うんですけど、決まってるチャンピオンが、アヒルアヒル、イエーノーティーノーティーで、キンキンで終わったあのバトルの大会のチャンピオンのベロム、うん、そして今回おりますユーエンこの4人がすで、にチャンピオンということでグランドチャンピオンシップのシード権が与えられております。そして、SNS でも、前々から宣伝させてもらってるんですけども、主催者の推薦枠で、リバーシ、リバーシ、そして、SNS のアンケート投票で見事1位を勝ち取りましたケイル、ケイル、この、6人がすでに、シード権を獲得しておりまして、じゃあ残り2枠どうなるんだと、うんうんうん、という中で、昨年も行われましたが敗者復活戦を当日に行いたいと思っております。で、昨年行われた敗者復活戦とちょっと一部変更がありまして、去年行われた敗者復活戦に関しては去年1年エントリーした MC 限定の敗者復活戦で行われたんですけども、はいはい、今年の
敗者復活戦のエントリーの、内容に関してはプライド MC バトルに一度でもエントリーしたことがあればグランドチャンピオンシップへの敗者復活戦が参加可能です。あなので俺ボリューム1しか出てねえとか、ああそっかそっか、なるほどなるほど、はいはい、あの今年全然予定が合わなくて出れなかったんだけど、はいはい、ずっと出たかったんだよねっていう、俺1回出たんだけどっていう人全員対象です。なので誰が来るのか正直俺もわからないです。なのでぜひね、12月2日空いてる方、俺1回プライド MC バトル出てて今回のチャンピオンに俺負けてっから出てんだけどっていう人多分絶対いると思うんで、ぜひそういう方もしくは今までくじをなめて、まあ、そのために、まあ、個人でスキルアップして何年後しかに俺出ますみたいなのとか俺すごい楽しみにしたいんで、ぜひそういう方に出ていただきたいと思いますのでエントリーお待ちしておりますんでよろしくお願いします。で、エントリーの方法に関しては今まで通り、ホームページのエントリーフォームで行うんですけども、エントリー料金に関しては変わらず2000円いただきますのでよろしくお願いします。で会場ももちろんここの千葉のルームラウンジで行われます。そして、エントリーの開始日になるんですけども、11月の1日からエントリーが開始になります。なんですげえ分かりづらいんですけど、これ今撮影日ちょっと今10月に撮影してるんですけども、この動画が放映されてる時点で、エントリーは始まっております。はいはいはい、はい、なので誰がエントリーしてるのかはちょっと楽しみにしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。またここら辺に関してはTwitter だったり、まあ、Facebook のサイト公式ホームページなどでどんどん情報を公開していきますのでよろしくお願いします。で今回のグランドチャンピオンシップの優勝者への特典なんですけども、はあ、一つ目変わらずの優勝賞金、はい、まあ、ここら辺も金額に関してもこうご期待させてもらいたいんですけども、去年は一応優勝賞金のみだったんですけども、今年のグランドチャンピオンシップ副賞がありまして、今回プライド MC バトル、マイクウォーズっていう今、はい、ネットで結構話題になっている楽曲バトルの、はい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 、ホームページがあるんですけども、そちらのサイトと一応協賛させていただいておりまして、はいはいはい、その、マイクウォーズの、チャレンジャー側ではなくてソルジャー側として今回楽曲参加していただき、その上での、レコーディング &PV 撮影も全面、マイクウォーズのセレブロさんがバックアップします。はははなんでマイクで勝ち取って、はい、自分のマイクでそれを音源で証明できるという、うん、まあ、特に PV 撮ったことない人の中には結構多いんで、ぜひねこれを機に一緒に撮影していただきたいなと。まあ、ゆえもがっつりねマイクウォーズで楽曲の方もね、そうっすね、っていうか、まあ、自分今ソルジャー側ソルジャー側ですからねはい、今もうアップしてるんで、うん、よかったらチェックしてほしいです。そこら辺もチェックしてほしいんですけども、今回チャンピオンとしてがっつり、はい、そうですね、ってなったらもう3回目になっちゃいますね。やばいね、やばいね、はい、じゃあ譲れないね、はい、まあ、ぜひね譲れないです疲れちゃいますからまあぜひねそこだけも踏まえた上で皆さんにはぜひね優勝して、まあ、PV も撮ってかっこいい PV 撮ってほしいなと俺は思いますので、ぜひ皆さん頑張って優勝していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして今回グランドチャンピオンシップ他にも協賛企業、4社ついておりまして、ネットでもどんどん公開させてもらうんですけども、247、あと、ミュージックバーの F、そして、シックスセンス、こちら3店舗千葉である、まあ、クラブといいますかミュージックバーといいますかが、3社が、協賛しておりまして、さらにこれちょっと俺の個人的なんですけども、わだちっていう居酒屋さんがありまして、はい、一応去年も千葉のわだちさんが協賛させてもらったんですけど、今回その本店のわだちさんが協賛してもらっております。プライド MC バトルに協賛させてもらっているので、まあ、その他毎大会協賛してもらっているスタジオペンタだったり、 はいはいはい、あとビールといえばハイネケンまあ、そこら辺もね協賛していただいてますんで、まあ、イベントをねチェックする上でぜひねその協賛企業さんの方も皆さんにはチェックしていただきたいと思いますので、ぜひそこら辺も見逃さずにチェックしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ということで、まあ、ここまで長々と喋りましたけども、ぜひ皆さんにはグランドチャンピオンシップでね、遊園にリベンジしたい方いっぱいいると思いますんで、飛んでこいや。遊園もある意味ね、あのリベンジする相手だったりとかも中にはいると思うんで、ケイル君とかですよね。いやうまいっすね。うん、まあ、ぜひ俺はグランドボコボコにされましたから、ね。この前ちょっとあの個人的にあのケイル君とかと話したりとか、あとリバーシとかとも話したりしたんだけど、もう全員倒したいやつが多すぎて、もうグラちゃん超楽しみにしてるっていうので、怖え。俺やだよ。まあぜひね、まあ、ある意味ちょっと迎え撃つ側と言いますか、まあ、挑戦する側でもあるし迎え撃つ側でもあるし、去年その空気感を知ってる唯一の男なので、はい、ある意味で、唯一ですか。まあ、あのノーティー君もいるんだけど、あ、まあね、あのゆえに関しては決勝まで上がってるその唯一の男なので、はいはいはい、まあ、そういった意味でノーティーとユエンに関してはその空気を知ってる、そのシードから上がってくるやつらの怖さを、同じ名字です。そうノーティー名字です。名字です。まあそんな中でぜひね皆さんにはまあエントリーして敗者復活勝ち上がってぜひリベンジをしてもらいたい上で、ユエンにはそこを潰してほしいと、まあ俺としては司会なんで、はい、どちら側にもつけないんで、そうですね、まあ、100% の実力を出し切って、うん、お互いに悔いの残らない試合をしていただきたいなと思いますので、12月2日、今俺初めて知りましたけど、あれ言い忘れてた、はい、俺スケジュール今入ってなかったら大丈夫ですよね、はい、大丈夫ですよね、スケジュール大丈夫かしら、不安になっちゃった。ぜひ皆さん12月2日開けていただきたいと思いますので、はい、開けます。ということでこれでプライド MC バトル TV の放送を終了したいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。スケジュール確認 OK ですか。ちょっと、大事なデートが大丈夫です。大事なデートをそのままうちのプライドに持ち込んでください。そうそう大丈夫です、OK です。大丈夫です、ね、プライドグラちゃん、グラちゃん、はい、OK です、 OK ですね、はい、スケジュール、はい、確保しました。もう実際あれだよね、この撮影したけどさ、俺台本間違えたんだよね。あ、そうなんですか。あの、ゆえに送った台本さ、あー、あのなんか、あとか日とかあるそう、ゆえに送ったのに、あ、俺、あれ間違いだったんすね。あれ間違い間違い、いや、なんか、その、アヒルの、なれそめでしたっけ、人となりを紹介した人となりを紹介って俺、間違いだと思わなくて、普通にあれ文面見て、うん、なんかアヒルのその人隣考えちゃいました。俺だからゆえんにそれで LINE 送った後にゆえんが、いや、なんかどこどこでバイトしてるとか、どこどこ中でとかって急に送ってきて、何なんだろうと思ったら、はいはい、 はい、それはやっぱ言わない方がいいですよね。言わない方がいい。個人情報、個人情報だ、はい、うん、まあでもアヒルのその人隣を知りたい方は自分までこちらの方、こちらの方まで。これ今何がアップされてる、これ何がアップされてる、どうしようか。自分のじゃあツイッターの、ツイッターの方どうしようか。あのぜひねリプレバー、はい、そうっす、情報もらえる、はい、情報、はい、どんな情報もらえる、どうだ、何中とか、何中とか、何中の何部とか、何中の何部とか、何、あとはどこでバイトしてるとか、それもちょっと気になるよね。自分は知ってる、どこに行けば昼に会えるとか。ああ、いいね。あと他は、はい、他はまあどこの誰と揉めたとか。これあれね、入るよね。ああ、そうですね、ピー、うん、そうっすね、あーと揉めて、あーと揉めて、うん、まあちょっと、まあ、うーん、さんがちょっと中間入ったりとかして、ね、熱くなっちゃってみたいな、そういうこともあったみたいですね。そこら辺ぜひね、知りたい方はね、もう一回流しましょうか。ここチェックしてくださいね。こちらまで、ぜひチェックお願いします。